はピョキーです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、マリオステップスオンバウザーシャープ CTC バージョン15ということで、マリオはクッパの上を歩くということでしょうか。そしてあの CTC どういう意味なんだろうね。僕一つだけ思いついたことがあるんですよ。チャンスタイムカモン。今日は喉の調子が良くてテンションぶち上げマックスキングです。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.4%。 そういや最近メンバーシップっていうのを作ったんだけど、思いのほか入ってくれる方が多くてめちゃめちゃびっくりしております。本当ありがとう入ってくれた方。僕なんて何もしてあげられることができないのに、このご恩は絶対に返させていただきたいと思います。メンバーシップ限定で僕の自撮りなんてどう？決めんだよ。あ、待って、これもう積んだんじゃないの。一旦オンしてみようか。オンして、すぐ下に抜けれる。うわ、抜けれないね。でもアイテムがちょいちょい出てきてるんだよね。もうここでやられるしかないみたいな。いや、このボム兵がまだワンチャンあるよ。何か進めるルートができるみたいな。大丈夫、えい、チャレンジだよ。まあ、正直言えば右が罠だと思ってませんでした。完全に右が進むべきルートと思ったね。最初から土管に入らせるパターンなんてなかなかないじゃんね。じゃあここは一旦乗ってすぐ右に行く。いや、まだやり直しが効くんじゃない。聞いてください、マリオ3ビオキングバージョン。パッ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 パン、はい、パッパッパッパラパッ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 めちゃめちゃいいところでさ、あはんこなかった。ナイスタイミングじゃんか。じゃあここは一旦踏んで右に逃げると、そういうことですね。そして上からドアに入れと。なかなか巧みな罠を仕掛けてきやがるな。ここはオンした瞬間すぐ右に行く。パーンを叩いて何もしないでいいと。そしてあの右にある息アップ全て取っておこう。そしてん、あ、足場ないんか。スッパムーチョ。今日なんかめっちゃ楽しいね。お酒を飲んだ時ぐらいテンション上がってる。いつもの 1.00 倍が楽しいね。じゃあここは葉っぱは絶対に罠だと思います。なんで一旦ここのブロックを叩いても何もないと。じゃあ葉っぱを取った瞬間すぐ上に行ける。これで正解なんじゃないんですかね。さあ次に行きましょう。ここは下。それじゃあおふざけはこの辺で終わりたいと思います。まだまだふざけていくよ。ということで聞いてください、僕のリズムよく乗った音楽実況。てててて、ここはオンオフして、うん、なんか急に音楽があった。急に音楽変わるのはずるいよ。ここはカエル取ってよかったの。カエル取ったら上に行けないみたいな、そんな感じなんじゃないのかな。っていうかこのブラッパ硬えな、なかなか。よし、このまま右に行こうか。カエルは行きないのは大体分かってた。ここはハテナを叩いた瞬間すぐ左に逃げる。これでカエルが出てこないっていう感じですね。ここは右に走ってっていいのか。いや、今のはいいストップだったね。多分右に走ってったらメットが取られてたよ。でこのまま右に行って下でいいのかな。チビで行ってみる一旦。いや、ここ、うわ、ノー、葉っぱって書いてなかった。多分これ葉っぱ取ってたらダメっていうことか。でもこれはやり直し効くんじゃないの、まだ。なぜやられたー。それでは初めから見てゆくよ。僕はあえてカットをしないで、このまま先へ進んでゆくけど、こんなことしてたら頭悪いって言われるかもしれないけれど、ピオキングはねもう手遅れなのさ。それではただいま戻りました。僕はこの先のブロックにあたってさらにブラパを押し上げてゆく。この先は何が待っているのか。チェックポイント無事取れました。ここはやられるしかない。唇植物と甘い夜を過ごし、この先も僕は唇。やばい、うますぎる。 ABX からこんなことやってたらお前が来るかもしれない。あなたうますぎるますねって。バレー。ここはバネを持った瞬間すぐ左に逃げる。これで合ってんじゃないんですか。そしてバネを足蹴りしていく。クッパを足蹴りするコースじゃなくてバネを足蹴りするコースだね今日は。じゃあここは丸々に乗ってすぐ上に。いや、これで合ってんじゃない。そしてここ左が実は正解みたいな。なんかトロールでさ、アイテムを手に入れたら正解したって思っちゃう自分がいるんだよね。安心感かな。でもこの考えはまずい、正さないと。次からアイテムを見つけても全て無視していきたいと思います。ここは30回なんか変なとこ連れて行かれたな。ここはどこに行くの。強制天国。
ここはすぐ左に逃げろと。そしてこの30コインは信用していいのか。矢印変えてるな。矢印たまには信用してみるか。やった今日矢印信用していい日だ。この四角の枠や四角の枠でブブー言われましたね。あのパックが邪魔で入れないと。そういうことですね。無機物でも倒せませんでした。どけやろ。もう分かったよ。ここは左まで行く。そして右に逃げてブクブクをかわして無機物を出せばこの扉に入れると。そういうことですね。そして次は僕は一旦ここで何もしないよ。ドッスンの方に進めと。そういうことですね。ドッスン何をしてくる。僕は君とマリーの甘い夏の空全然わかんない。でも僕このシリーズ結構好きかもしれない。じゃあ一旦左行ってみる。左行っても何もないのか。じゃあドッスンのところジャンプしろと。そういうことなんじゃないんですかね。そしてここからどうやって戻るの。ねえ投げればいいの。石クラブ。そういやこのコースはマリオはクッパの上を歩いていくっていうコース名だったじゃん。どこにクッパ要素があるんだろうね。もう全然わかんない。これがクッパの中身、体内とかそういう意味なんかな。あなんかさっきバネで出こなかった。あの左のツタのところでさ、なんか出てきたような気がしたんだよね。あれ今回何も出ないね。多分あそこでダッシュボタン押しっぱだったらバネを持って下に行かされたっていう感じだから。今日はバネが使うのうまいな。左下もバネいるし、あなたに今日は身を任せたいと思います。頼む。今日のコースはバネが天敵みたいだね。今度からバネを見かけたら全て警戒していきたいと思います。ここはパワーブロックを取る。そしてバネ何もバネ隠れてたよ。そんな分かるわけないやんか。そこは引っ掛けろ。失礼、あまりの出来事に取り乱してしまいました。まあ失礼とは思ってませんけど失礼と言っておきます。それじゃあここのドアに入ればいいのかな。無事に入らせてくれたね。意外と優しいね。中間ポイントじゃん。ありがてえ。そしてこの扉に入れば先に滑ると。そういうことですね。バカにしてんのか。というのも演技絶叫みたいなもんですよ。中間ポイントに。あれ中間ポイント一緒じゃない。いやでもこっからなんか変わってるっていうパターンだよね。絶対そうじゃん。あそこ以外に行き道なかったもん。なんかバナが変わってるとかそんなんじゃないんですかね。一旦このまま何もしないでさっきと同じ風に行ってみましょう。あれめっちゃ一緒じゃん。あこっから違うのか。なるほどね。さっきと違ってファイヤーフラワーを取ってこいと。そしてここは一旦また戻るしかないの。どっちが正解なんだろうね。あここはなんか違うよ。なんか変えてるっぽいけど読みにくいな。なんか爆発したら読めるとかそんなんなんかな。爆発させて。えこっちで合ってんのかな。もしかしたらえ何もできないよ。あこれを出せばいいのか。でチョロプーを右に持ってきたら何ができると。あもしかしてこのまんまゴールさせてくれ。面白くなってきたね。ここまでバカにされてこそトロールコースの醍醐味なんじゃないでしょうか。だがもう遅いぞ制作者。僕はもうすでにバカだからね。じゃあここの赤ブロックは変わらないか。上のボム兵右にやれってか。じゃあここはチャッカチャッカチャッカマンチャッカマンチャッカマン。これで先に進めるっていうもんだね。すべて分かってんだよザコどもが。もう俺に立てつくんじゃねえぞ。じゃあここ針に当たって右を出発しておこうか。そしたら回避ができるっていう感じだね。じゃあこのままチビで行けと。そういうことなんだけど、あのパウを持っていいのか。あっもぎゃー。なんか今もぎゃーとかいう謎の規制を発しなかったんですかね僕。じゃあここでパウで倒してこの先に進めな。え進めぐらいこれ高くない。下に行け。あのバネを取ればいいのか。あのパウの裏にバネが隠れてんのか。じゃあパウを投げてこの場所でバネを取って他に入ればいいと。そういうことですね。そして次は急に反応できるか。じゃあここは上を失敗。これでいいんだよな本当に。もう一回だよ。なんか罠来てもよかったんだぞ。はいどうもこんにちは。なんか動いてるねシーソーが。僕何もしないでいいのこれ。もうゴール近いんじゃないの。じゃあここは一旦反応させておいて右押し一発してくればよかったのかな。さっきね下に何かがあると思ってわざと押しませんが矢印多いなこれなあ。あー危ねえ危ねえナイス反射神経。えこっちで合ってんの。下の扉に出るってこと。あそういうわけじゃないね。これはどう考えても下が正解ですよ。僕見えてるもんだって。ここでヒップドロップ。あ、ヒップドロップしたらいけないね。じゃあこっちに行ったら
コールできるの？頼む！やった！てっきりさ、ゴールの裏に足場が見えるじゃん。だから絶対ゴールできないと思ったんですけど、意外と優しかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオ、ここを通りたければ私をかわして通りなさい。説明文にですね、お兄ちゃんに言わないでこっそり投稿しちゃった、むずいよって書いてるんですけど、許す。お兄ちゃんが許さなくても僕が許す。こんな素敵なコースを作ってくれてありがとう。投稿させてくんな、お兄ちゃんなんか。もうお兄ちゃんじゃない。まあそれは冗談として、このコースですね、ライブした時にいただいたんですよ。で、面白そうだったからさ、その時やらなくて今日の動画に回しました。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.14% で、このコースさ、ピョンチューを倒したらいけないっていうコースだと思うんですよ。それがそんなに難しいんかな。多分でんぐり返ししていけばいいと思うんだけど、一旦ジャンプしてでんぐり返し、あ、うわ、結構手前側で当たるんだね。ちょっと一旦倒してみていい？まあ大体予想はつくんだけどね、多分鍵を手に入れてゴールができないっていう感じでしょ。うわー、うわー、じゃねんだよ。もう分かった。じゃあこのネズミギリギリまで近づいておこう。そしてジャンプした瞬間にでんぐり返し、最速が1秒なんだよね。なんで走ってくるりんでいけないかな。もう全然いけそうにないね。ただ僕はまだ必殺技を出してないぞ。スーパーミラクルローリングウルトラサンダーだ。新技を出す時は来たようだ。その身をもって知るがいい。くらえ、スーパーミラクルトルネード大噴ローリングサンダー。まだ終わっちゃいないさ。ムーンウォークミラクルローリングサンダー、満月に変わって押し上げよう。ペペペペ、ふざけるな。これむずい。今ので全体力を消耗してしまいました。多分バッファージャンプ入れた方がいいかな。これだったらさ、ジャンプ力低いじゃん。なんでこれで一瞬の隙間をついて、ちょっとそれで行ってみようか。まあ1秒では無理だけど、こっちの方がジャンプ力低いから早くね、でんぐり返しできるんじゃないかなって思うんですよ。これは最速の生き方じゃないけど、これが一番楽かもしんないね。どうもご視聴ありがとうございました。ちょっと待った、こんなところでやめると思っているのか。最速の生き方で行ってみせますよ。多分今の感じでいけるんじゃないかな。次のテイクで行ってみせますよ。さあここで右にダッシュした瞬間、ここででんぐり。今めちゃめちゃ速くなかった？ちょっとガチで集中してやってたから、これ最速。よっしゃ。無事最速も取れました。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。